竜が池は山梨県甲府市にある池。高さ17メートルのアースダムで考えを目的とする相川土地改良区の人造庫である。武田神社標高370メートル。甲府市武田神社の東、つ子が先の先端部分に位置する。大正時代、農業用のため池として相川高知整理組合によって建設された人口の池で面積は 約3ヘクタール程度である。池は一級河川、藤川水系相川筋にあり、相川を流れる水は、古くから、筒地ヶ崎館や甲府城の外堀、そして、城下町の用水路へと、飲水されてきた。その相川が作る相川線上地約4.5平方キロメートルのうち、武田神社以下66.45ヘクタールの農地を、龍が、池の水が潤す。 現代では宅地化により、建設当時と比べて、用水の利用は減少している。池には、ブラックバスが放流され、ルアーフィッシングや、フライフィッシングの管理釣り場として活用されているほか、散歩や、バードウォッチングのスポットとしても知られている。1917年、当時の愛川高知整陸部屋によって流が、池が築造された。武田神社がある。 筒子が先や片跡から100メートルほどの場所にあり、当地で掘り起こした石を土手の張り石として使用。これにより堅牢な作りとなっており、200ミリの降雨にも耐えると言われている。池の築造と並行して当地から南の山梨大学のあたりまで、高地整理が実施された。なお、一般財団法人日本ダム協会によるダムビンランでは、 池の春光年を1956年度としている。年月が流れ、池の老朽化による漏水が問題となり、その対策について2008年10月29日に、甲府市長との間で、対話の場が設けられた。その後、2011年から2015年にかけて、池の改修整備事業が行われた。工事を受け負った、国際建設は、公安した、松明メ投入時における、 法枠ブロックの保護手法により思考の効率化を図った。一般財団法人全国建設業協会はこれを評価し、平成27年度技術研究発表会最優秀賞として表彰した。ありがとうございます。